はようございます。おはようございます。中湊グルメレポート第3弾ですね。はい。バスすげえうるさくて、これ音いいタイミングですね。バス出したね。これで音勝つ駅ですね。連絡いいですね。立ち中海浜鉄道ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ、第3弾、はい、ね、行ってみたいと思います。よろしくお願いします。解説お願いできますか。左層から磯崎にかけまして、白亜紀っていう地層がございます。その地層にですね、日立中流という伏流の化石が見つかりまして、それに基づいてきっとこの大地にもこういう距離がいたんじゃないかというオーナーさんの心意気で作られたものだと思います。立派なオブジェですね。ありがとうございます。はい、こちらマルトラボス中間の厚みになってまして、通が好きな丸星と、ね、一般に出回ってる平星のふんわりした感じで、これ色すごいですね。こちらはジューシーレッド、お芋そのままの素材より自然の色で、なるほど。専務さんですね。はい。お名前をだけ教えていただきます。はい。よろしくお願いします。一年中紅葉が楽しめるっていうのは、日本一の生産地、ひたちなか市でもあんまりない。そうですね。ですよね。やってるのはほとんどないですね。ああ。いや、実は、ガルパンのね、登場人物の中で、生徒会長って言われてる方がいらっしゃるんですけど、はい、毎回ずっと、風疹を食べながらっていう方がいらっしゃるんで、はい、彼女のファンの方はね、ぜひともこちらで楽しめるんじゃないかということなんですね。焼いてから干した。あ、焼いてから干した。焼き干し芋は、焼いた分の香ばしさがプラスされていて、本当だ。はい、とても美味しいです。おお。そうですね。色合いといい。こんがりしてますね。ありがとうございます。わ、すごい。ジェラートってアイスクリームと違って。ね、ミルクの成分が少ないと、空気の量が少ない。口に入れた詰めたトリッチがお口に入れる。素材の味を残していったりでして、素材を生かすのはやっぱりこういうジェラート。多分そういう。あれ、もしかしてスイーツ男子ですか。そういう意味で多分作られた、本物の素材を生かした美味しさ、やっぱり分かってらっしゃる方が作り方を語っていただく。よろしいですか。セブンよろしいですか。よくご存知、パーフェクトに。いただきました。いただきました。はい。あと、レビューの方も100点でお願いいたします。いいね。じゃあ、ソリノさん、プロですから。プロ？最初の？うん。見せ方のプロ。で、これがあると、こちらの、ジェラートがなんと、はい。50円引きです。ありがとうございます。ありがとうございます。50円も引いてもらえるんですか。すごいですね。ちゃんとお二人持ってるんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。乗ってきましたよ。ありがとうございます。こちらが紫のスープに入って、こちらがブリハリ、こちらがブリハリ、こちらがラムになります。ラム。はい、お願いします。甘っ、うん、うまい、すごい、後からどんどん風味がすごい、あ、お芋ですか。はい、この締めよりなんかもう飲み込んだ後の方が美味しい感じ。あ、すごい、ふわって広がるお芋かなみたいな。うわ、はい、甘くてすごく美味しい。これが三つ食いのですか。こちらが紅あずま。紅あずま、よくさつまいもに、はいはいはい、これが
ゼラトンの茶、素晴らしいですね。こちらが蜜クリーム。こちら蜜クリーム。はい。また。固定よりも結構濃厚な甘さに。食べてみてください。ああ、いいですね。先生、デビュー100点で。デビュー100点。100点、まだやる。あ、本当だ。サオリムさんのおっしゃる通り。あ、食べれば食べるほど鼻に広がる。あ、それでね、口に広がらず、このお芋の自然な甘みが、ずーっと奥にね、甘みパンの下の奥に。あ、喉越し最高ですね、じゃあ。口を噛みますね。ほんと丁寧な作り方ですね。そう、じゃあ濃厚なお芋、何でしたっけ、これが。蜜キム。はい。うん。うん。またね、違った。ちょっと違いますけどね。これも。あ、違いますか。うん。ああ。同じ甘さのようだけど、やっぱりなんか食べ比べると。ああ。これダブルとかで頼める。おお、いいですね。楽しい。おお。じゃあ頑張ってトリプルとかもトリプルはきついやつ。あ、ちょっとやな。あ、今日特別ですね。あ、スペシャル良かったです。あれ、他の味もじゃあ試していただいて、サオリムさん。ラムがどっかですか。なんか大人のアイス。あ、それがラムなんですか。ああ、さつまいもとラム。幸せだ。これでラム飲める。そう、ああ酒飲める。ああ、いいっすね。ラムの二乗ってでもアイスとウイスキーは合いますよね。ね、全然が、うん、これじゃ飲めますね。で、こちらが、こちらが赤いもつ、先ほど見ていたヘルシーレッド。ああ、人参のような。まあ、元のさつまいもと、こちら大吟醸。大吟醸。それ一口だけ当ててください。一口でいいの。はい、いやいや。で、これも、はい。食レポで。大吟醸、ちょっといい。ちょっと我慢して。手が返しみたいな。一口すみません。すごい、すごい日本酒。あ、これたまらんですね。これ逆に送らないですか、これ。これすごい、もう一口いいですか、これ。あ、これ我慢ならない。これアルコール入ってない。酒の量は入ってる。まあ、50度でアルコールとかは飲んでますけども。ああ、処理してるんですか。その風味を味わえる。めっちゃめちゃくちゃうまい。飲んでるぞ、頼む。ノンアルアイス。いや、ほんとこれ美味しい。あのね、甘酒がね、夏の季語なんですよね。これ夏の季語になりますよね、これね。ね、ね、これいい。これね、すごいよね。これいい。食べてて、また鼻にこう。ね、この鼻。これいいね。大吟醸。お米 50% も磨いておりますみたいな。ありがとうございます。いやいやいや、本当すごいですね。ありがとうございます。いや、これはね、作り方丁寧ですね、本当にね。いや、美味しい。へえ。生きてこんな美味しいの。ね。ありがとうございます。いやー、中村さんとなかなか奥深いですね。深いですね。あ、じゃあ、セブさん、最後にあのお店のご紹介というか、お名前とか。お店は大丸屋さんもありまして、はい、星も中心に、星もからアイス、メテラですね、スイーツなどを取り扱っておりますので、近くまでお越しの方はお越しください。はい、お願いします。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。すいません。はい。止まらん。楽しんでますね。はいはい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、またさよなら。さよなら。